チンチン TV エビデイ、ハル YouTube。 はい、今日皆さんにご紹介するのは私の大好きなシリーズ、ロッテのソーアイスのダブルラムネです。ソーダ&グレープ。僕ラムネ菓子が入ってるもんだと思って買っちゃった。ラムネ入ってるアイスあるじゃん、チョコチョコ、あれ好きなんだよ。爽やかで、まあでも爽やかか、いいんじゃない。さっぱりしたアイスが今食いたい時、チョコ系アイスよりね。いろんなタイミングがあるから、私の。まあラムネ入ってなくてもイメージとは違ってましたの、ただのお話ですから、いいでしょう。行ってみましょう。なるほどね。ソーダ&グレープ。全くもって嘘偽りないですね。ソーダとグレープの味、美味しい。今まあまあ喉乾いてて、さっぱりしたアイスかジュースが飲みたくてこれを言ってるわけで、美味しい。ガタガタ言ってるけど、また買うかは、あ、冷たくて美味しい、甘くて美味しい、2色で美味しい。どういうことだ。また買うかどうかは、これにラムネ入ってたらな、ラムネ好きなんだよ。ソーダ味とグレープ味に嘘偽りはない、本当なの。なんだけど、ダブルラムネ、ラムネ菓子入ってません、ちゃんと書いてあるんだけど、僕はラムネ入ってると思っちゃったの、適当に見て。ラムネって表現がちょっとな、いやいや、なんだこうやってね、間違い引き起こしちゃわない。私はラムネ入ってるアイスと思って買っちゃったんだよ。ソーダ味、グレープ味、そうでいいんじゃない。ダブルラムネ、一応ね、イメージはね、このラムネの瓶のことなんだろうけど、まあいいや。美味しい、普通に美味しい。まあ二度は買わない、まあ味知れたので満足です。そういうこと。ペチャペチャしてね。